それでは合気道投法居合を行います。合気道において剣はその基本であると言われ、どの合気道の先生も合気道は剣だと言います。なおほとんどがそれを行っていないのが現在における合気道の現状です。僕の場合も本当は僕は柔道から習って、それで合気道が入りまして、合気道は剣だという先輩方の話を聞きまして、一体どういうところに剣があるのかと質問しても納得のいく返事はもらえませんでした。これはやはり自分でやるべきだろうというところから剣を求め、そして現在に至っております。でやはりやってよかったなと思って、で竹刀剣道、これは剣とは言いません、竹刀競技です。力の方向は全然違います。無論木剣の絞り、これは絞りとして基礎体力を作るならいいが、これは剣とはほど遠い。やるならやはり真剣でやらないと剣の折り合いは分かりません。特に合気道においてはその勝負は見るの感覚で相手を捉えなければいけない。やはり真剣を扱わないとその内容は分かってこない。こういうところで僕の場合は、少なくも僕と一緒に稽古する人は剣を一緒にやってほしいんだというところで、合気道の都市のさばきの中から取り入れた剣、これを一緒にやらせてもらっております。これからその全15本、これを皆さんの前で提供しまして、また批判を仰ぎ、そして改良するならば改良の方向で、なんとか合気道の中に剣のその存在、これを正しく実現していきたい、かように思っております。一本目、シワッと前切りです。これは合気道の裁きと関係ありません。刀の扱うものとして、刀の基本姿勢、まあ居合においては胴作りと言いまして、目付け、抜き付け、切り付け、この3点重点を置いて自分の基礎姿勢を作ると。これが目的でやっている第一番初めにやる基本刀です。シュワッと前に出る。
では二本目切り上げ、これは我々愛知道においては一教から取ってあります。まあ一教の徒手の正面打ち合わせて横面打ち、この技の中からこの捌きを取ってあります。三本目、これも一教の中から取ってあります。この一教は相半身片手取りの一教を想定してもらえば結構です。その中から取ってあります。
そうですね。そうですね。動きはこういう。ね。もう一回。3本目の受け流しですね。あの抜く操作をね、一回見てください。こうなってます。もう一回やります。4本目、後ろ斬り。これは我々合気道においては回転投げの中から取ってあります。
ご本命、前後、前後ろですね。これは我々合気道の稽古の中の相反身片手取りの使用内容にとってあります。一歩目はまっすぐ、二歩目はつま先が立つという角度が変わる。後ろ足を寄せながら抜いて踏み出す。角度はこういう形。矢を出す形で角度を変えます。横の方から見てください。では次、6本目、つか押さえ。これは我々合気道においては逆半身片手取りの2強から取ってあります。
7本目手首を押え、これは合気道の稽古の相半身片手取りの2教から取ってあります。